こんにちは、ポンスけです。今日は、ゆるくね、ちょっと雑談ってことで、まあ、おしゃべりしていこうかなと思いますす。ということで、最近ね、まあ、漫画を読みまして、まあ、私漫画もすごい好きで、まあ、ちょくちょくね、読んだりするんですけど、その中で最近読んだのが、この松本太陽さんのサニーっていうのをね、 読みましてそう松松太陽さんすごい気になってはいたんですけどあの鉄痕キンクリートとか気になっててでたまたまこうブックオフに行った時にこのサニーを見かけたんでちょっとね読んでみようかなと思って買っちゃいましたすごい良かっためっちゃ面白かったなんかあのー、サニーっていうね車が 登場すするんですけどサニーってなるほど車のことかっていうね思ったんですけどそのサニーっていう車の中でこう児童養護施設に預けられた子どもたちの話がメインになってきてでねまあ一人セイっていう名前やったかなっていう、まあ、男の子が横浜からこう初めてこの養護施設に入ってくるんですけどすごいねめっ その子供たちがみんなめっちゃあったかくてそれぞれ本当に個性があってでもすごい強くたくましく生きててなんかねそれがすごくいいんですよねでこう「サニーっていう,こう車の中でこう繰り広げられる会話とかがすごいねめっちゃ良くてそうなんか絵柄もほんまにかっこいい芯がある絵柄やなって思うし扱われてるテーマも ほんまに素敵やなって思っていいですね松本太陽先生すごい面白いなっていうふうに思いましたサニーこれからちょっと続き楽しみやな出てくるねなんか大人もめっちゃかっこよくてなんか誰もねみんなその子供たちのことを悪く言ったりとかしないんですよねですごい本当にあか,かくてそれがねほんまに いいなっって思たた作品でしたねずっとさ気になってたんですよこれ「朝の稲雄」作品を朝の稲雄さんって私はずっと気になっててでもね絵柄がめっちゃ好きなんですよ私描かれる絵がめっちゃ好きででねなんかそイラストもすごい好きなんですけどなんかこの背景をめっ めっちゃこう書き込める人がすごい好きで朝野犬尾さんはさすっごいさ背景が上手い人なんですよこのごちゃごちゃした部屋みたいなのを書くのがめっちゃ上手くてそのごちゃごちゃしたものの一個一個とかもすっごいね丁寧に描写される人なんですよねすごい今まで読まなかったことを後悔するぐらいこれめっちゃ面白かったんですけど タイトルがさ、なんか、むずない。デッドデッドデーモンズ、デデデデデストラクションっていうらしい。デッドデッドデーモンズ、デデデデデストラクションですよ。デデデデって言うんかな。この中でさ、すごい可愛いね。女の子出てくるんですよ。まあみんな絶対これ好きやと思うけど、そう、イソベアンっていうね、なんかドラえもんみたいな。 キャラが出てきたりとかオン,タンオンタンっていうね女の子がめっちゃ可愛いこのこの女の子なんですけどすごいね面白くていいキャラしてますオンタン結構ね現代を描かれてるっていうかほんまに SF なんかな本当に可愛いい絵でなんか女子高生の日常を描いてるんですけど女の子が結構主役になってて 高校生の日常の中にこう円盤みたいな。侵入者みたいなのが現れてて。でもそれが3年ぐらい前の話になってて、その急に円盤みたいなのが降ってきて、侵入者が現れる。世界っていうのがこう。日常と同じように描かれてるんですよ。だから普通にこの東京の上空になんか変な円盤みたいなのが浮いてて。 宇宙人みたいなこう侵略者が入ってくるみたいなでもその侵略者がめっちゃ弱くてみたいな弱いんやけどでもその侵略者をどうしようかとかこう国を挙げて日本っていう,こう世界を守っていかなきゃいけないんじゃないかみたいなその侵略者たちに対してどういうふうに対応していくんやみたいなやつが書かれててすごい面白いんですよねこう主人公とかが言うセリフとか オンタのセリフとかもちょっと小説っぽくてすごい面白いなっていう風に今読んでますねあとねめっちゃ話変わるんですけど最近ね皆さんこれやったことありますかね性格診断っていうものがさ16タイプでできるのがあるんですよ16タイプ診断精密性格診断テストっていうのがあるわけですよ それをやったんですよ最近みんなもね、こうみあの、やってみたらいいと思うよ。すごい納得させられた。てか、なんかもうそ、そういうのが、こう、自分の性格とか、どういう性格なんやろうなっていうの気になってしまって、なんか何回もやったんですけど、まあ何回も同じ結果になるんで、多分私は来れないんやろうなっていうふうに思うんですけど、まあ出たのがね、 独自の強いい世界観を持っっったた表現者 INFP ていうやつやつんですよで、ね、どういう性格かっていうとポサンの属しているふさぎ方 INFP は独自の世界観を強く持っている理想主義者であり善悪を強く認識し自分がより幸福になるためにそして社会がより平和になるために自分にどのようなことができるかを考えています。 一見控えめな性格にも見られることがありますが心の中では自分らしさを追求しており強い情熱の炎が燃えたぎっています自らの純惑な意志を持ち強い心を持っているウサギ型ですが誤解されることも多く孤立することも少なくないでしょうウサギ型の人々は強い理想を持っていることが多い反面 ます。独創的な世界観は実際に人を引きつける側面がありますが世の中には善だけではなく悪も存在していますそしてウサギ型の人は理解されないことも多いため現実逃避したくないことが多いでしょうって書かれてて「大丈夫ですか? <laughs> 大丈夫ですか」っていうのを書いてありました。 まあ思ったんですよねでもめっちゃやっぱ当たってるなってこう思うことが多くて誓いのために自分がこう自分の立場として何ができるんやろうっていうことを日々まあ考えていますよねそして空想主義者理想主義者っていうのはわかるーなーなんかこう普段ほに一つのことに対して真剣に考えることが多いし 気づいたらなんかね、考え事してるし、気づいたらどこかの世界に行ってるしっていうのはすごいわかるんですよね。血に足をつけた行動を苦手とする傾向っていうのはわかるななんかこう、計画的に何かをするっていうのがすっごいまあ下手くそで、やりたいことはめちゃくちゃあって、やりたいこと、まあ、したいことしなければいけないことっていうのがめっちゃあるのに、 それに対して計画ができないんですよねその。計画を立てたとしてもその通りに進むことがまずないっていう。そして繊細。大丈夫かあとね、これが面白かった。あの、なんか INFP っていう、まあ、タイプがどういうね、有名な方とか芸能人いるかっていうのがあって、これ面白かった。ジョニー・デップ。うんうんうん。まあ、すごい方だ。そして、芥川龍之介。太宰治。 はいはいはい、はい、大丈夫 <laughs> 大丈夫ですかって思ったんだけどまあ分かりますよねそしてねまあ大好きな又吉直樹さんああ又吉直樹さんも INFP なのかなって思ったらちょっと嬉しいですねあとは藤本剛さん森田剛さん椎名林檎さんとかも当てはまるんちゃうかなって言われてるみたいですうん なんとなんとなんと。まあなんかこうクリエイティブな人が多い印象は確かにありますね。まあ繊細な人がやっぱ多いんかな。それで言って多分なんかこう世界観みたいなのをやっぱ持ってる人が多いんでしょうね。こう結構ね、検索とかしててもすごいちょっとしたことでこう深く考えてる人、考えてしまう人がやっぱ多いみたいですね。っていうのでね、このさ、16テスト。 すごい面白いなって思ったんで皆さんもよろしければ <laughs> やってみてくださいそしてね自分はどういうタイプなんかっていうのを教えてもらえたら嬉しいですということでまあ最近はこんな感じでゆるく生活しておりますまた見てもらえたら嬉しいですじゃあまたねー